はい、どうもこんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、ローソンで D ポイント10倍キャンペーン、a u p イ、三井住友、ナンバーレストの組み合わせもお得ということで、今回は D ポイントに関するキャンペーン情報ですね。この動画では期間中ローソンで D ポイントカードを提示したらポイントが10倍になりますよということと、お得な組み合わせ方法についてお伝えします。もしですね、普段からローソンを利用されている方はかなり必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えさせていただくキャンペーン、こちらですね。ローソン、ローソンストア100限定 D ポイントカードのページで、期間中、いつでも D ポイントが最大10倍のキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンなんですけども、6月29日、明日からですね、7月12日の約半月ほどのキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーン、D ポイントあるあるのエントリーが必要となってますんで、エントリーした上で参加してみてください。それでは、キャンペーンの詳細見ていきましょう。こちら、公式ページなんですけども、ここですね。D ポイント 大量ゲット7月29日から12日はお得な期間ということで、期間中のキャンペーンサイトからまずエントリーをすると、で、対象となるお店がローソン以外にも、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100対象店舗となっております。で、提示する D ポイントカードなんですけども、物理カードの D ポイントカードであったりとか、モバイル D ポイントカード、あとは D カードゴールドとか D カード、D カードプリペイドの D ポイントカードでも OK ということになっております。 で、今回のこのキャンペーンですね、先に押さえておいてほしいのがこの部分なんですけども、D ポイント最大10倍ということになっております。ですけども、今現在ね、ローソンで D ポイントカードを提示されている方であれば、ご存知の方多いと思うんですけども、時間帯によってポイントの還元率っていうのが違うんですよね。例えば、0時から15時59分の場合は、200円で1ポイント、0.5%還元となります。で、16時から23時59分の場合は、200円で2ポイントということで、まあ 夕方以降の場合にに関して1%還元とというこなっおりまで、それを踏まえた上での、この D ポイント最大10倍ということなんですけども、わかりやすいように、こちらに例が出ておりますね。ポイント進定は0時から15時59分、この場合に関したら通常のポイントが1ポイント、さらにそこからボーナスポイントとして9ポイントが付与されると。で、16時から23時59分の場合に関したら通常のポイントが2ポイント、さらにそこからプラス8ポイントの D ポイントが進定されるということでございますので、もし利用されるか ただちょっとこの部分は事前に押さえておいた方がいいかなと思います。で、それを踏まえた上で上限のポイントが500ポイントということでございますので、まあ、ざっくりとした計算にはなるんですけども、おおよそ1万2000円分利用することで500ポイントに到達するかなという感じです。ちなみにローソンストア100なんですけども、ご覧の通りとなっております。通常は200円で1ポイント0.5%還元なんですけども、このキャンペーンをうまく使ったら、通常の1ポイント、さらにそこから9ポイントが還元されるということになります。 ま、残りの細かいところなんですけども、まずポイントの申請の時期なんですが、2021年の9月末頃申請予定ということでございますので、ま、安定の忘れるところに付与されるかなと。そして、今回のこのキャンペーンの対象条件として、まあ、アンサはキャンペーンサイトからエントリーをするということと、まあ、D ポイントカードすでに登録されている方はですね、もうそのままで大丈夫だと思うんですが、ポイントとなるのはここなんですよ。期間中、お買い時に D ポイントカードをご提示いただくことということで、そうなんですよね。今回ですね、 D ポポイインントトカードを提示してポイントが10倍ということととにななるのででで何が言いたいかといたかうと決済方法は何でも、OK、なんですよねここは結構熱いのかなと思ってます。今でさえね、いろんな還元率が高い決済方法はまあまああったりはするんですけども、今回はさらにこのキャンペーンと組み合わせればかなりお得になるのかなということで、僕の方でいくつか例を出したいと思います。どんなものがあるのかと言いますと、例えばですね、今のこのキャンペーンと合わせて、a u p イの生活応援企画ですね、こちらのキャンペーンと合わせれば、 この10倍のキャンペーンプラスアルファで最大の3%還元も受けることができます。なので、お会計時に D ポイントカードを提示して期間中10倍、さらにそこで AUPay で決済すればポンタポイントの3%分の還元を受けることができるということになります。まあ、ここ最近ですね、ローソン銀行 ATM から2万円分チャージして1000ポイントがもらえるっていうキャンペーンに参加された方は、おそらく AUPay 残高が残っている方多いと思うので、まあ、このキャンペーンと合わせて使ってみてもいいと思います。で次にですねで、続きましてですね、こちら も合わせればまあさらに還元率アップ狙うことができると思うんですけどもこちらですね三井住友ナンバーレス対象加盟店で最大5%還元ということでもう説明するまでもないと思うんですけどもこちらのカードをお持ちの方であればお会計時に D ポイントカードを提示してそこからさらに三井住友ナンバーレスのタッチ決済もしくは Apple Pay でのタッチ決済をすればローソンであれば5%分の還元を受けることができますんでまあさらにねお得にできるともちろんねこの三井住友ナンバーレスで貯まった ポイント、V ポイントを D ポイントにも交換することができますので、ガチで D ポイントを貯めてる方であれば、まあ結構美味しいキャンペーンかなと思います。そしてもう一つですね。今の時期だけ限定にはなるんですけども、こちらのキャンペーンですね。LINE ペイのキャンペーンなんですけども、コンビニ三社で LINE ペイの ID 決済でかざして支払うすると5%分の LINE ポイントをもらうことができます。こちらですね。LINE ペイのビザ LINE ペイプリペイドカードを 使われている方であれば、ID 決済を行ったら5%分の還元を受けることができます。こちらキャンペーン自体は7月31日までのキャンペーンとなってますんで、今回の D ポイント10倍のキャンペーンと組み合わせて使うことができれば、さらにお得に使えるのかなと思います。この Visa Line Pay p r e p a i に関したら、特に審査とかはないので、誰でも作ることができます。詳しくはググってみてください。なので、お会計時に D ポイントカードを提示して、そこから Visa Line Pay p r e p a i の ID 決済で行えば5、5%分の l i n e p o i そして D ポイントの10 10倍ももらうことができますんで、まあ、こうういいいいいった方方法でね使われる方は是非試してみてみもいいのかなというふうに思いますでですね、今回は、まあ、ローソンに特化した情報にはなるんですけども、さらにさらにということで、なんとですね、6月の30日と4月1日からですね、お試し機会見のお祭りがなんと始まるんですよね。まあ、お試し機会見って何ぞやっていう方がいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、簡単に言うと、D ポイントとか、ポンタポイントを持ってる方であれば、ローソンでお得に商品と交換することができるっていうような、ちょっとしたイベント、キャンン、 で、ちょっとですね、ツイッターからちょっと拝借した画像にはなるんですけども、商品のラインナップがずらっと出ております。まあ、もしタイミングがあれば動画にするかもしれないんですけども、ざっくりと紹介をすると、ドールのアップルオレンジジュースが50ポイントであったりとか、ザバスのミルクプロテインが50ポイントとか、あと、高地方牧場のカフェオレ、これが50ポイントとか、 まあ、いわゆるその1ポイントの価値っていうのはグッと上がるキャンペーンとなっております。ですけども、これまでのお試し非会券と比べると、若干ちょっとポイントがアップしてるな、アップっていうよりかは、前は2、30ポイントとかで交換できてた気がするんですけども、今はちょっと変わって50ポイントとかになってますね。これは6月30日の10時からスタートすると。そして今回はアルコールもありまして、7月の1日17時からスタートするということなんですけども、まあおそらくね、競合となるであろう、このプレモルとかが120ポイント、これも結構 うですねポイントが前よりかアップしてますねでエビスビールとかも120ポイントとかでも交換することができますまあお得っちゃお得はなるんですけどもちょっと参加するかどうか悩むとこではありますね札幌クロラベルクロラベルに関しても90ポイントでも交換はできるっちゃできますねなのでまあポイントに余裕がある方は参加してみてもいいと思いますでそこからさらにですねお試し機会券のお祭りがあるといえばですねこちらも開催されるんですけどもこちらですね税込みに700円以上を買ってチャレンジということでいわゆるそのスマホくじですねよく お試し引え券のお祭りと一緒に利用されている方多いと思います。まあ、簡単に言うと、ローソンで税込み700円以上のお買い物をしたら、今回の場合に関しては、ユニバーサルスタジオジャパンの貸し切りナイトご招待が抽選で当たったりですとか、まあ,あとはね、こちら参加されている方多いと思うんですけども、お持ち帰り限定の商品引き換え券が、まあもらうことができます。抽選で約540万枚ということでございますので、まあまあ当たりやすいかなと。で、こちらの期間に関しても、6月30日から7月21日まで ということでございますのでまあ本日ね動画をアップするのが6月28日なんですけども明日明後日からであればお試し会見のお祭りと合わせてこちらも参加することができるかなと思いますということでね本日お伝えした内容を簡単にまとめていくと D ポイント10倍のキャンペーンに関したらまずはエントリーが必要となっておりますので今すぐにでもできますそして期間に関したら6月29日明日から7月12日の月曜日までとなっておりますで特典なんですけども D ポイント最大10倍ということでお会計時に D ポイントカードを提示してそっからさらさにご自身の好きな決済方法で、行えば条件はクリアとなりますで上限は500ポイントの D ポイント期間用途限定がもらえます。まあ、上限は500ポイントなので、約まあ1万2000円ほど使えば上限に到達するかなっていう感じで OK です。で、付与される時期なんですけども、2021年の9月末頃予定ということですので、忘れた頃に付与されると。で、お得な決済方法として、まあ、今お伝えしたローソンの生活応援企画 AUPay の3%還元であったりとか、三井住友なの ナンバーレスの5%還元これはタッチ決済限定となりますで、ビザ、ラインペイ、プリペイドカードこちらのキャンペーンの ID 決済をしたら5%還元ということでございますのでこれはね、ご自身が一番好きな方法を選んだ上で決済してみてください他にもね、お得な決済方法があれば教えていただければ嬉しいですで、さらにこれに合わせてローソンでは6月の30日からお試し会見祭りが開催されるということとスマホ口、こちら税込み700円以上の決済したら抽選ができるというようなキャンペーンとなっておりますので、まあ、これがひっくら 合わせてて使えばささらにさらににににおおお得にローソンのの買いい物が楽しめるのかなという,ふうに思っておりま,すまあそんなこんなので今回はローソンで D ポイント最大10倍のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあねこのキャンペーン自体はそんなに長くないんですけどもとりあえずこの半月まあ6月29日からまあ7月12日までの間に関したらとりあえずローソン利用される方は D ポイントカードを提示して 好きな決済方法で行えば、まあお得ということでございますんで、まあ12000に届く人は多分少ないとは思うんですけども、まあ利用される方は迷わずとりあえず D ポイントカードを提示してください。ちなみに貯まったポイントに関したら、僕は基本的に D ポイント期間用途限定に関したら、ここ最近はずっとね、ニッコフロッキーを使って現金化することが多いので、まあそちらの現金化のやり方に関しての動画も概要欄に貼っておきますんで、気になる方いらっしゃいましたらこちらも見ていただければと思います。キャンペーンのページも貼っておきますんで、ぜひね、こちらもチェックしていただます。 なければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました <music>